ンポン。新世界の神に俺はなる。うん、帰ってほしいな。この世の中は腐ってる。まるで腐ったダイスのようだ。納豆ってご存知？世直しが必要だな。はあ、それを可能にする。一冊のノートがここに。まさか、見よ、このピアノート。やだ素敵。このノートに名前を書かれた者には、毎朝納豆ご飯と味噌汁をプレゼント。やだ素敵。え、何？ノートの名称が違う？くはは、見よ、このテレノート。脳科とかな。先生、多分それデスノートだと思います。おぉ、いつだ？何なの？これが、かの有名なデスノートだ。ちなみにノートに触れると、おっさんが見えるようになる。逆に今までおっさん見えなかったの？あれやっぱりぼやけてる？それは視力の問題だボケ。あれ？ちょっとここからのセリフなんでしたっけ？お前セリフくらいちゃんと覚えろや。ふむふむ、聞くところ。さらにこのノートの使い方を教えてやろう。ノートに名前、オッケー。ちょっと次のセリフ教えて。よく聞け。うるせえな、クククなんと、このノートに名前を書かれた者が死ぬ。で、私死んじゃう。アホや。早く死因叩かなきゃ。落ち着け。デスイレイザー、デスイレイザー。なんでそれ知っててデスノート知らねえんだよ。ふはは、このデスノートを使って、この世界を世直しだ。っていう演劇を今度やろうと思うんですがどうですか？うん、帰ってほしいな。面白かったらチャンネル登録してな。